只見線駅ブラ、今日は会津高田駅です。皆さんデジャブです。この駅舎のデザイン、どこかで見覚えありませんか？ないですか？よく見てください。緑色の三角屋根の可愛らしい駅舎、駅ブラを見てくださっている方ならきっとすぐ分かりましたよね。只見線駅ブラ、今日は会津本郷駅です。なるほど、そういうことなんです。そうです、前回の会津本郷駅と同じデザインなんです。あれね、あの回ね、はい、前回です。前回 JR 東日本で聞いてみたところ、この2つの駅建て替えられた時期が一緒で、特にこの鋭い三角屋根なのは雪対策なんですね。雪が積もりにくく、積もっても除雪しやすいからこのデザインにしたということなんです。全く一緒、ね、一緒なんですよ。納得したところで駅ブラスタートです。駅の南側にある商店街を散策していると、食事処が、何ですかねこれ、会津人参、お種人参、薬用人参って書いてありますよ。ちょっと行ってみましょうか。お二人はご存知なんですね、はい、はい。この場所で45年間地域の人に愛されてきたお食事処、森の小林。こんにちは、お邪魔します。突然すみません、あの今こんにちは、お種人参で書いてあったんですけど、お種人参、これです。これですか？これ人参ですか？薬用人参とか、はい、朝鮮人参とかって言ってるやつなんですけども。福島に来ておよそ5ヶ月の私にはちょっと衝撃的でした。確かにそうですよね、はい、初めて見ました。真っ白ですもんね。そうなんですよ、会津では江戸時代から栽培されてきたという伝統野菜お種人参、その特徴を店主の小林さんに伺うと、よく需要競争に言われてますね。じゃあこの時期に夏が出たかにもいいですね、はい、こちらのお店では会津三里町新鶴地区の生産者から5年ものを仕入れています。この人参の天ぷらと会津ラーメン、醤油ラーメンのセットで出します。珍しい組み合わせですね。そうですね、地元にあるものをぜひ PR したいのでセットにして出しています。何年物っていうのは初めて。そうですか、おそらくですね、森の小林でしか味わえない会津の魅力が詰まったセットです。これは注文するしかないですよね、うん、はい、ごちそうさまです。人参とラーメンのセットです。天ぷらになるとこんな風になるんですね。そうです、初めて。どんな味するんですかね。うわぁ、大きいですよ。ではいただき、まず何もつけずにこのままいただきます、うん、おお、ホクホクです。お芋みたいな感じね。そう、食感はお芋なんですけど、うん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 、ちょっと苦味を感じるような、そうそう、体に良さそうな味がします。続いて塩を一振り、柔らかな甘みが出てきました。お塩かけると甘さが引き立ちますね、はい、ラーメンは地元の製麺所から仕入れる無添加の手もみ麺、それを鶏ガラと香味野菜で丁寧に出汁を取ったスープと合わせた店の人気メニューです。シンプルでいいですね。うわ、いただきます。うん、程よく鶏の脂と旨味と、そしてちょっと甘さも感じるんですよね。この縮れ麺に鶏のスープがよく絡んでとっても美味しいです。美味しかったですよ。お種人参は他にもあります。会津産の黒米のカレーには野菜とともに期間限定で天ぷらをトッピングです。面白い、1本だけでも結構贅沢になりますよね。そうですよね、こちらもおすすめです。
最後に小林さんに高田地区のおすすめを教えていただきました。じゃあ高田梅どうですか。梅有名なんですか。梅有名です。よく食べられますか。毎朝食べてます。毎朝食べてる。はい、只見線駅ブラ会津高田駅編、続いては、教えていただいた名物の梅を求めてぶらり。風が吹くとちょっと涼しくて気持ちいいですね。あ、いらした。こんにちは。遠いから言わないといけない。何の木ですか。宝梅の木です。お答えをいただいて、はい、近くで見せていただけることになりました。こんにちは、お忙しいところにすみません、突然。はい、これ梅の木ですか。はい、高田梅になります。あ、高田梅、何本ぐらいここにあるんですか。ここは何本だろう。結構いっぱいあるなって思って。 2,3 年前に植えた木から合わせると多分100本くらいあると思います。祖父母の代から梅を栽培している佐藤さん、うん、ここを含め計7カ所の梅畑を持っています。ちなみにもう梅はないんですね、今の時期。今の時期はないです。いつぐらいになるんですか。梅は6月中旬から6月下旬のもう本当に1週間10日の間になります。はい、今宝梅はどこに。梅はうちでどうです、宝梅加工しておりますので、はい、ですから加工した梅でしたらあります。見せていただくことは可能ですか。見るだけですか。食べてきませんか。せっかく食べたいですね。わかりました。お願いします。さすが会津の方、優しかったです。お言葉に甘えて佐藤さんの作業場へ。食べさせていただく前に、まずはどんな風に高田梅を漬け込んでいるのか。お邪魔します。こんにちは。佐藤さんの奥様の智子さんが見せてくれました。いっぱい入ってますよ。いいですね、綺麗な色ですね。これどのくらいの期間漬け込んであるんですか。これは甘酒ですから、ちょうど1年になります。1年も、はい、じゃあもうこれ今食べ頃という状態ですか。そうです、ちょうど一番食べ頃になります。うわ、美味しそうですね。お待たせいたしました。自慢の梅漬けを3種類用意してくださいました。3種類。そうなんです、まず何よりも私が驚いたのは、うん、丸漬けです。はい、なんかもう大きくて、よく皆さんのゴルフボールと同じくらいって言いますので、実際に比べてみるとこんな感じ、同じくらいか、それよりちょっと大きいですね。大きいですよね、これね。一口じゃちょっと噛み切れなかった。うん、うん、酸っぱい。塩加減はね、ちょうどいいんですよ。しょっぱすぎずに梅の美味しさがすごく引き立ってます。続いては甘漬けです。ちょっとカリカリしていて、こちらはほんのり甘くてお茶受けにぴったりです。なるほど。とここで智子さんが持ってきてくださったのはご飯です。やっぱり梅はこうやって食べないとですよね。梅がね、しょっぱすぎないからどんどんいけちゃいます。これね、ご飯に合わないわけがないですよ。日本人でよかった。噛み締めました。そして佐藤さんが最後にご馳走してくださったのは、そうです、2年間熟成させたという自家製の梅酒。今回はロックでいただきました。濃いんだろうな。あ、梅。あ、梅だけに。そう、まろやかでコクがあるんですけれども、はい、後味はとてもすっきりしているんですね。やっぱりこうやって熟成させてるからこその梅の良さっていうのがすごくわかります。冷静に入れ込んできます。でも、ね、コメント
するのちょっと忘れちゃうぐらい美味しかったです佐藤さんの高田梅ですが、ホームページや道の駅などで購入できます。気になった方はぜひ。